アンドレアス・アッヒエンバッハは、ドイツの風景画家である。19世紀末のイギリスの人物辞典、チャンバーズ・バイオグラフィカル・ディクショナリーによれば、He was regarded as the father of 19th century German landscape painting。カッセルに生まれた。父親は実業家で、デュッセルドルフで醸造業や宿屋を経営していた。幼い年から美術教育を受け12歳の1827年からデュッセルドルフ美術アカデミーでフリードリッヒ・ヴィルヘルム・フォン・シャドーの下で学び始めた。1832年にはオランダを旅し、17世紀の風景画家ヤーコプ・ファン・ド・イスダールの作品に影響を受け、オランダの海岸の風景を描いた。1835年以降、ミュンヘンやフランクフルトで活動し、デンマーク生まれの風景画家、ルイス・グルリットの影響を受けて、写実的な風景画を描くことになった。弟のオスバルト・アッヒエンバッハも風景画家となり、イタリアの風景を多く残した。ありがとうございます。